カロックは、シュコダオートが製造、販売する自動車である。2017年5月18日、ストックホルムにて発表された。2017年の第2四半期から、発売開始の予定となる。カロックは、小型 SUV のイエティの後継で、中型 SUV のコディアックの弟分にあたる車種となる。コディアックと同様に、フォルクスワーゲン MQB プラットフォームを採用している。製造は、 姉妹車のセアとアテカと共に、チェコのクバシに工場にて行われる。外寸は、全身の雪より一回り大きくなり、外観は、コディアックと同様にシュコダの最新のデザイン言語に、基づいたものとなっている。バリオフレックスシステムにより3つのリアシートは個別に、倒すことも取り外すことも可能となっており、これによって通常土器で521リットルの、ラゲッジスペースは、 最大で1810リットルまで拡大できる。エンジンは5種類用意される。すべてアイドリングストップ機構と回生ブレーキ付きの直噴ターボエンジンでユーロ6ハイガス規制に準拠している。新開発の直列4気筒1.5リットル TSI には気筒給止機構が採用されている。トランスミッションは6速 MT または7速 DSG となる。駆動方式は FWD とオードが用意される。カロックには、パークアシスト、レーンアシスト、トラフィックジャムアシスト、ブラインドスポットディテクトなどといった数々の運転支援システムが用意される。また、カロックは、シュコダ社としては初めて、デジタルインストゥルメンタルパネルを採用している。インフォテインメントシステム、シュコダコネクトはカープレイおよびアンドロイドオートに対応する。オプションで、 LTE 接続も用意されるほか、スマートフォンのワイヤレス充電器も装備される。社名は、アラスカ州南部に住むアルーティック族の言語のカー、ラックとルックを組み合わせた造語である。ありがとうございます。